たっつぁんの寺話の時間です。スタジオにはたっつぁんこと河原達也さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年のオンエアもあと2回になりましたね。今日入れて。そうですね。早い早いね。もう1年終わるとちょっと、はい、実感がないですけども本当にもうこの番組もずいぶん長いことやっておりますけども、ずっとこんな感じでねやってますが、まあ年内もそして新しい年もお付き合いいただければと思います。はい、はい、では、今日もいつも通りいつものコーナーからいきましょう。じゃあたっつぁんお願いします。本日の文化財ニュース。これはショパンの、はい、ポロネーズ英雄ですね。はい、ちょっと今日はあの日本史の、はい、まあ、英雄的な人が作ったもの、あ、なるほど、あ、そういうことね、まつわるニュースということで、なかなか物々しい曲持ってきたなと思ったんですけどあ、そういうことでした、はいはい、じゃあショパンのポロネーズに乗せながら、今日の文化財ニュースですが、12月20日付の産経新聞からです。見出しが秀吉おどい建設で、これは名水、はい、梅高発掘調査で新設浮上と言いますけども、おどいの話です。はい、何のこっちゃと。はいはい、まあおどいでピンとくる人は結構秀吉に詳しい人じゃないかと思うんですけど、秀吉に詳しい方とあの京都に住んだことのある方になりますけども、おどいっていうのは何のかというとですね、おどいが何かから説明しないといけないね。はい、まあ大にまた通り豊臣秀吉氏がですね、1591年に京都をですね、あの土塁といったの土の壁で覆いました、はいはい、今でいう中京区とか、はいはいはい、ああいうですね、その中心地とですね、鴨川の外とかいうところをこう、はい、塀で囲った踊りという土塁でですね、こう囲ったわけですね、うんうん、なんかあるよね、中世ヨーロッパの城みたいな感じよね。そうなんです。なんか感覚的には中世ヨーロッパとか中国の、中国とお城とか、ね、ああいうものをイメージしてですね、うんうん、土で囲ったわけですよ。あとあれだね、進撃の巨人だねありますねなんかこう街を塀で囲むっていう発想ね、うん、高さ5メートルぐらいあったそうです。あ、結構高いよね、はい、で幅は5メートルから下の方が20メートルぐらいと、はいはい、で明確な位置の記述はないんですけども、うん、まあその遺構が残ってたりとか、はいはい、その他の文献にはこういうものを作ったというのが書いてあるので、そこから断定されてます、うんうん、で全長がもう数十キロ、もう京都を囲ってますから、ね、それを2ヶ月から4ヶ月で完成させてます。結構短期間で作ったんですね。短期間なんですよ、ね、しかも1個謎なのがこれ、ね、土の土塁じゃないですか、はいはいはい、その土をどこから持ってきたかがわからないと、うん、あ、どこから持ってきたかわかんないわからないんですっていうのが、まあ、いろいろ謎が多いお土塁なんですが、はいはい、まあ、形も謎が多くてですね、はい、今北の天満宮があるあたりが、はいはい、まあ、西の端なんですが、はい、不自然にこう出っ張っているところがあるんです。ちょこっと、あ、その土塁の壁の形がね、はい、ちょこっと出っ張ってる、はいはい、でそこを袖と言ってるんですが、袖、はい、今までなぜその袖ができたかというのはですね、うん、まあ、北の天満宮の近くに、まあ、名水伊徳水という名水があったと、はい、その病気平癒とか、はあはあ、そういうご利益で知られていた伊徳水というものがあったから、はい、それを避けるためと。あ、なるほど。それ避けてお土井の中に取り込むために、はいはいはい、そこだけ出っ張ってたんじゃないかと。その、井戸をこうぐるっと囲むように通ったから、はい、出っ張った形になったんじゃないかと、というふうに言われていたんですが、はい、今回ですね、このお土井のあたりを発掘調査しました、うん、ほうほう。するとですね、はい、お土井の下から、はあ、井戸が出てきた。お土井の下から井戸が出てきた、はい、はあ、しかもその井戸がですね、ずいぶんこう豪華というか綺麗に周りに玉石を敷いてるとか、はいはい、その井戸からですね、水が湧いて亀の中に入ってたそうですが、うん、その中に木炭が敷かれていて、うん、まあ、今でいう浄水システムが備わっていたと、はいはいはい、なんかちゃんとしてる井戸が出てきたってことですね。そうなんです、うんうん、だから実はこれ伊徳水なんじゃないかと。おう、このお土井の下から出てきたのが、はい、おう、なので、なので今までこの伊徳水を避けるために袖ができたと言ってますが、はい、埋めてるので、あ、じゃあ井戸を避けるためじゃなかったと、はい、じゃないんじゃないかというのが今回この発掘調査で分かったよというニュースになります。うう、ね、あ、京都は掘るといろんなものが出てきますねいや本当ですよ、で今伊徳水っていうのはですね、うん、そこからその出てきた井戸から40メートルほどにこう、はい、移されてて、そこが今もあるの、はい、でそこが跡と言われてるんですが、そこはもう枯れてるんです。あ、もう枯れ井戸になってるんだ。跡なので枯れてるんですが、今回出てきた井戸はまだ水が出てる、はい、まだ水が出てる。今水が出てます。まだ、ほう、なのでこっちがやっぱ本当に伊徳水じゃないかなと。へえ。あ、結局この名水まで埋めてしまうこの秀吉の力というか、うん、あ、まあ、そういうこうなんか
みんなが信仰するようなものでも、うん、もうこう防御のためだったら埋めちゃえって言えるぐらいのなんか強権的な感じがあったってことですかね。北野天満宮の、うん、もう管理していたお寺がこの辺りにあったので、それが今のところに移したんじゃないかと、はい、いうふうな新しい説がですね、この井戸の発見によって出てきたと。窓湧いてるならこれもう一回ちゃんと整備して糸くすいとして観光スポットにすればいいのね。いや本当ですよ、うん、できそうですけどね。まあそれぐらいの水量があればですけど、まあでもこう水がこう地表ににじみ出るぐらいは出てますから、うん、ほうそうなんだね。新糸くすい、新糸くすい、まあまあ旧糸くすいかもしれないけどね。確かにそうですね、どっちかというとそうですね、もともとの方だからね、うん、っていうので、まあ、一個なんか観光地にもできそうですけど、はいね、そんな感じするけどね、うん、っていうのが今回出てきたよというニュースになります。はあはあ、なるほどね。まあでもこれ踊りがどこを通ってたかっていうのはもう正確に分かってるんですかね。大体分かってますね。大体分かってます。ほぼほぼ 90% 以上はもう分かってます。でももう今の街中に見られるとこ限られてるでしょ。京都の北の北東の端の部分とかにですね、うん、北東の端、うんうん、ふうに残ってて、はい、あの上に竹林があるとか、はいはいはい、そういう当時の名残がまあちょこっと見えます。あとは京都御所の横、あ御所の横ねにある廬山寺というお寺さんの中にですね、はいはいはい、あの残ってまして、うん、しかも、まあ、当時の人がうまくそれを改造して、はあ、庭の築山というものがありますので、はいはいはい、築山に変えるというです、ね、ちょっとおしゃれなことをしたりとか、ね、街中ではほとんども見られません。そうだよ、ね、はい、明治以降になってから開発でほぼほぼ破壊されたと、うん、なるほど、はい、まあ、秀吉の踊りの建設のために、この名水の井戸を埋めたんじゃないかってことが分かったという、そうです、ことですね、はい、またちょっと今後の展開も楽しみですけどね、はいはい、という文化財ニュースでした。では本編に行きたいと思いますけれども、はい、今日の本編はね食べ物の話です。食べ物を、はい、年末年始というか、はい、やっぱ年末年始は食べ物だろうと。なんか年末年始って食べるよね。食べますし、うん、やっぱね何ですかね、お腹すくんですよね不思議だけど食べちゃいますよね年末年始でね体重が何キロ増えたみたいな話をよく聞きますけども、うん、まあまあちょっとそういうあの食べ物にまつわる年末年始お正月話をしようじゃないかということで、はい、まあでも寺話ですから、うん、鹿児島の、昔のお正月はどんな食べ物で迎えてたのかみたいなところをちょっと掘り下げてみたいと思いますけども、はい、まずは何からいきますか。やっぱ年末ですよ、はい、これしかないなと、うん、おそば、おそば、年越しそば、年越しそばね、はいはい、でなぜ年越しそばを食べるかっていうのはまあよく分かってないんですが、うん、まあ、どうやら1810年ぐらいには大阪で、はい、1810年か、まあ、江戸時代ちょうど200年ぐらい前ですね、ぐらいですかね、はい、には、まあ、大阪でですね、こう年中行事として食べてたと言われてます、うん、まあ、いろんなその 文学作品とか見るともう食べてるぞと、はいはいはい、へでそこからですねだんだんこう広まっていったのと、はい、あ関西発祥なのこれ、おそらく、ああそうなんだ、おそらくです。ああ、はい、で江戸になるとですね、はい、江戸患いと、江戸患い、かっけですね、ああ病気、病気、あの白米がビタミン B 不足だっけ、そうです、ビタミン B の不足でですね、うんうん、ちょっとこう足がと、はいはい、いうふうになる症状が、これ理由はですね、はい、玄米じゃなくて白米が理由と広まったと。白米が流通するとビタミン B が足りなくなる、玄米で摂取してた分のビタミンがなくなってしまって、かけが増えたところにそばというものが入ってきて、はいはいはい、そばでビタミン B を摂取できるんでしょうね。まあ、そばを食べてる人は活気にならないという説がこう江戸で流行したのを、また後が年越しそばの流行を足通ししたと、うん、なんかねそばってこう落語とかにもよく登場するから江戸のイメージあるけど、ありますね、うん、あとなんかそばつゆをこうあのちょこっとしかつけないみたいなさそれがこう江戸っ子の粋だみたいな、なんかそういう話をよく聞くので、そばの香りを味わえというのがありますけどね、うん、そういうのをイメージがあるけど、まあまあ関西発祥じゃないかと、うん、というふうに年越しそばという文化は関西発祥じゃないかという、年越しそばね、はい、なるほど、でな、どういう願いがかな、込められているかというと、はい、まあ、そばが長く細いから、はいはいはい、延命長寿を願ったと。あ、まあ細長いものは大体それ言うよね。ですね、うんうん、あとは逆にこう 100% だとですよ、そば 100% だとこうポロポロ切れやすいということ、あ10割そばってことかな。そうです、はいはいはい、1年間の苦労とか、うん、こういろんなものを切り捨ててよく年に持ち越さないようにという願いがこもってたんじゃないかなと。1年の最後にそういう苦労はもう切り離して、そうです、食べちゃおうぜということかな、はい、っていうのがこうあったと。なるほどね。で当時ね、はい、薩摩でも、うん、まあそばね、年越しそば食べてたかは分かりませんけども、はい、やっぱそば食べてたようで、はい、これ三国名勝末にですね、うん、まあ、鹿児島の、鹿児島市内のですね、はい、今現在でいう鹿児島市内の記述にのみ、そば切りと、そば切りいうふうに書かれてます。
なんか昔のそばとかって出てくるのはさ、あの細長く切ったやつじゃなくてさ、なんか塊みたいな、そうです、そばがきみたいな、そばがきですね、がよく出てくるよね、はい、それをだんだん切り始めたそうです。だんだん切るようになった、はい、だんだん切るようになってきたと。あ、そうなんだ。それがまあ今のそばになるんですが、あ、まあ、そば切りという、まあ、今のそばと変わらないものが食べられていたと、はい、でこれはですね、鹿児島のところにしか記述ないですけども、はい、まあ、藩内全域で作られてて、うん、はい、意外と鹿児島がこうそばどころなんですよ。なんか鹿児島 その農産物でそばっていうイメージそんなに強くはないですけど、ね、ないんですけど、一応ですね、はい、2023年のそば、はいはい、の全国の生産量で、はい、鹿児島は8位です。あ、割と上位の方なんだ、はい、あの1位は圧倒的に北海道なんですが、まあ、そうでしょうね、うん、鹿児島の10倍以上作ってます。まあ、あの広い土地が必要なイメージあるからね、うん、北海道なんかは適してるんでしょうけど、うん、で九州の中では一番そばを作ってるのは鹿児島。そうなんだ。なので意外とこうそばどころなので、おそらく江戸時代もこう食べてただろうと。ははは。でこれちょっと面白いのがですね、うん、今年ちょっとこう価格解析が行われまして、そば、はい、ゲノムというものをですね、そばゲノム、そばゲノムというものを、うん、科学技術振興機構、ね、はい、農研機構、上総 DNA 研究所、理化学研究所、京都大学、千葉大学、京都府立大学、総合研究大学院大学と、すごいそそたる研究機関が名前を連ねてますけど、はいはい、解読をしまして、そばのゲノムを、ゲノムを、で今、うん、流通しているそばが、うん、どこが祖先かと。ああ、そうか、ゲノムを解析するとそんなことも分かるのか、はい、うん、今のそばというのはまあ野生種から人類が、ね、はいはいはい、選抜して栽培し始めたものですけども、 そうだ、うん、その祖先というのは一体どこのそばなのか、うん、ほうほうほう、というものをですね、はい、解析した結果チベット南東部と。チベット、はい、じゃあ大陸から渡ってきて、まあ、それが日本中に広まったみたいな。日本中に広まったところか、はあ、今流通している世界のそばの祖先はこのチベット南東部の、世界のそばがもうチベットなんだ、だというふうなことが分かったと。でもチベットの人そば食べてるのかね。食べてるらしいですよ。食べてるの。食べてるらしいです。意外と世界中で食べられてて、はあ、そうなんだ。でまあ、今の現在の世界の人間のカロリー需要の3分の2が、まあ、稲、小麦、うん、トウモロコシなんですが、まあ、ですね、このソマゲノムを解析して、うん、いろいろこう品種改良することでですね、そば、はい、にもその可能性があるんじゃないか。あ、まあまあね、こう食料問題ありますからね、うん、こう人口をどうカバーしていくかみたいな。まあでもゲノム解析か、そういう方向性も最近はあるんですね。あるんですよ。それを今年ですね、このそうそうたるメンバーの方々がやって、そば面白いね、分かったと。まあ、全然話変わるんですけど、あのかつ、まあ、全然こう全然いいんですけど、はい、なんていうんですかね、こう趣味に生きるおじさんたちはある日突然そばを打ち始めるのは何でなんですかね。全然いいんですよ、全然いいんです、別にそれを揶揄するつもりも何もないんですけど、はい、いいことですよ、いいことなんですけど、うん、なんか一定数のおじさん方はそばを打ち始めるなっていうのを周りを観測してて思うんですけど。そうなんですよね。うん、僕の父親もそうで、はい、定年を迎えた頃ぐらいになんかね急にそばを打ち出すんですよね、うん、今のところまだ自分の中にはそば打ちたいっていうそのモチベーションは湧いてないから、うん、いまいちまだその気持ちは分かんないですけど、おじさんはある年齢になるとそば打ちたくなるのかなっていうね、不思議があって、不思議ですよね。あれもちょっと魔法に近いというかなんかそばの持つ魅力なのかなって思って、やっぱサラリーマン時代に昼ご飯にそば食べますからね、はい、まあ食べるでしょうね。だったら自分で打ったれと、駅とかね立ち食いとかでありますから、あ、ね、まあ、そんだけ身近な存在なんですよ ね、うん、だからまあ当然これね、はい、江戸時代も食べられていたと。三国名称沿いにも登場するよと、はいはい、っていうふうに言われてます。まあ、こんな感じで今日食材の話をしていきますが、はいはい、じゃ続いては、続いて、はい、まあ、食材といってもですね、この江戸時代に食べてたというよりは、はい、まあ、現在我々が食べるお正月とか年末のものを薩摩藩で揃えるならどうするかというところなんですが、2つ目、はいはい、これはですね、この時期年末、うん、年始ですかね、特に、はいはい、大変売れるものがありまして、鹿児島で、ほうほう、それが大豆もやしというものが、大豆もやし、ありまして、大豆じゃなくて大豆もやし、大豆もやしなんですよ、あのもやしの先っぽに大豆がついてるようなものがありまして、はいはいはい、鹿児島のお雑煮にめちゃくちゃ入れるんです、大豆もやし。へえ、なんか皆さんもそうかもしれないけど、うちのお雑煮には入ってるイメージないな。あ、ないんですね、うん、京都でいう白味噌みたいなもんですよ。ああ、そう。この時期にすごく売れると。鹿児島市内だけなのか、うん、また鹿児島でもおそらく地方食があるので。あ、まあそうだよね。お雑煮結構その各家庭食もあるよね。そうなんですよ。うちはこれ入れるみたいなのあるからね、うんうん、
で、まあ、今目立ってるのが大豆もやしなんですよね。へー、そうなんだね。まあ、大豆ですよ、だから大豆。じゃあ大豆、薩摩藩時代どこで取れてたかという、うん、まあね、大豆今でこそ輸入が結構あるから、うん、国産大豆は高級品みたいなイメージありますよね。ありますよね。当時は、まあ、当時薩摩藩内でも作ってたんですよね。そうです、うん、まず一つ目がですね、これエイです。エイなんだ。南薩のエイですね。現在だと南九州市なんですかね、はい、うん、でこれが、三国名称図にどう書かれているかというと、はい、多く取れて、うん、しかも取れまくってるので、はあ、他の裏で売ってると。あ、まあ、こう輸出じゃないけど、はい、他の村に売りに行ってると。他の村に売っちゃってると、はい、で当村の地は開門だけど麓にあって、うん、こう地形が高いため水田が少ない。はあ、ははあ、なるほど。その代わり陸田といってですね、はい、まあ、言ったら畑ですね。はい、穀物が取れる。水田が作りにくいとこだから畑で取れるものを作ってるよみたいなことだね。そうです。でそこが多いのでこの陸田で取れる大豆が多いと。へえ、エイで大豆か。今も作ってるんですかね。今大根のイメージしかないですけどね。確かに大根やぐらのイメージある。なかなかですけどね。まあ、そうか、作ってるんでしょうね。でもね、どこかで、まあ、なんか最近ね、その手作り豆腐とか、うん、割とブームだったりしますから、うん、ね、大豆から作られてる方もいるでしょうけどね。道の駅なんかに行ったらあるかもしれないですね。なるほどね。はい、でもう一つ、もう一つ薩摩藩内で取れてるところが、はい、末吉と。末吉風に書かれてます。宗氏ですね。宗氏ですね、現在でいうと、はい、であそこもまあ海が遠いですから、まあ、確かに、おそらく陸田が多いと、はいはい、でどう書かれているかというと、遠村の地は平原で、うん、広い土地で陸田がとても多いと、はい、でそのため陸で取れる穀物が多く産出される、うん、でこの末吉のところで取れる大豆のことをですね、はい、世に庄内大豆と言っている。なんか庄内って九州のイメージないけど なんかそうなんですよね。庄内平野とか庄内平野のイメージあるけどな、まあ、庄内の乱がありましたから。あ、はいはいはい、でこれ庄内というのはですね、あの、はい、ここに多くできるんですが、都の城のあたりをまあ庄内というんですよ。あ、そう、まあ、都の城近いからね、はい、うん、で都の城盆地ですね、はいはいはい、あのことを庄内というんですが、そういうことね、この末吉の場所がですね、その都の城盆地の南の端なんですよ、はいはいはい、ギリギリ入ってるので、なるほど、まあ、ここも庄内だということで、うんうん、まあ、庄内大豆と。まあ、都の城はね、あの旧薩摩藩領ですからね。そうですね、うんうん、なのでまあ一つなんで、ね、なるほど、これ取れるのがまあよく取れてたよと。まあ、なんかこう標高の高い山あいのところで、米が作りにくいところで大豆を作ってたみたいな感じですかね。そうですね、うん、だ今もあの末吉のところには道の駅がありますね。ありますから結構有名な道の駅ですね。有名な、はいはい、あそこはかなり有名ですからね、うん、そこで大豆もやしをもし売って買うと、はいはい、江戸時代の味がするかもしれない売ってればね、売ってれば、ね、売ってれば、うん、はい、なるほど、ってことがまず大豆と。エイと末吉なんだ、うん、はい、じゃあ続いては、続いて、はい、これもですね、鹿児島のお雑煮には欠かせない、はい、これ菌類なんですが、はい、まあ、特に椎茸。鹿児島の雑煮は椎茸入れるよね。入れますね、うん、椎茸とエビらしいですか。椎茸エビはまあ鹿児島らしいよね、うん、でこれがですね、うん、実はあの三国名称図絵に、はい、キノコどころが書いてまして、キノコどころキノコどころが書いてます。キノコどころ、薩摩のキノコどころが書いててですね、それが、はい、踊りという場所なんですが、踊り、今でいう牧園町、あ、結構北の方、はいはい、になります。そこで、ね、はい、椎茸、はい、舞茸、うん、しめじ、はあ、平茸が取れたと、まあ、まあまあ牧園だから、まあ、取れるっちゃ取れるでしょうねって感じがするけど、うん、そんなキノコどころって言われるほど名産地だったんだね。名産地、しかもこれ今も、今牧園町は結構椎茸押してますから、そうなんだ、やっぱり美味しいんでしょうね、はあ、でここではまれに松茸も取れたと、うん、松茸書かれてます。鹿児島で松茸のイメージないですけどね。ないですよね、うん、まあ、一応霧島の方行けば赤松生えてますけど、はいはいはい、取れることは取れたんでしょうね。取れるっちゃ取れるのかな。でこれが三国名称図にはですね、はい、これらのキノコ類は深い山の中で取れるため、はい、巻き園ですね、その形は大きく味はまあ絶品であると。ほう、で松茸は上方諸国では多く取れるが、まあ、丹波とかありますからね、はいはいはい、あっちは取れるんですけども本藩で取れることは少ないと、うん、そのため本藩ではこれを珍味としていると、うん、あ、なるほどね、やっぱ珍味なんですね、まあ、珍しいものではあったんだね、はい、でちゃんとですね、はい、巻き園でなぜこんなにキノコが、あ、そこですよ、美味しいキノコが取れるのかっていうのは、はい、ちゃんと理由があるらしくてですね、はい、あの椎茸っていうのが、うん、
気温差が大きいほど甘みとか厚さが増すらしいんですよ。それはなんか言うよね、うん、なのでこの巻き園のあたりってこう霧島から下にドンと下るこの高低差が大きくて気温差も大きいので美味しいキノコが取れると、はい、だこれを江戸の人たちは分かってた。うちね、うちじいさんがね昔椎茸やってたんですけど、はい、まあ、なんかその、まあ、高低差ですよ。高低差があるのとあとなんかね霧が降りるところがいい。ああ、なるほど。ジメジメしてるのがいいんでしょうね。なんかね、あの仙台のあたりも川霧でいい霧が出ますね、うん、ジメジメしてんのよ山の中ジメジメしてんのよそうだからそういう環境なんでしょうねきっと巻き園のね。そうですね、うん、でこう雷が鳴ると取りに行こうと。へえ、あ、そういうのあるんだね。いうの僕はじいちゃんから今言いました、雷が鳴ったら椎茸が取れる自然の知恵ですねこれはね、うん、っていうのがあるのでおそらくこの時も言ってたんだろうと。まあ、でもやっぱりあのお雑煮とかにも入れてたんでしょうね昔からね、うん、じゃあ、はい、まあ、大豆、椎茸、キノコ類、はい、来ましたのでちょっと続きは後半にすることにして、はい、じゃあちょっと1曲いきましょうかね。そうですね、はい、では曲紹介お願いします。はい、お昼ですしね、食べ物の話をしてるとこうどうしてもこうお腹が空いてくるんですよ。はい、お腹が空いてきます ね、この時間なので、はい、ちょっとハンバーガーでも食べたいなと思うんですけども、それでこの曲この曲はだから僕は今この気分ですね。あ、なるほど。サカナクション、わかります。モス I love you FM 89.1。 さて後半です。はい、今日は鹿児島の美味しい正月ということで食材の話をいろいろしてますけども、はい、なんかあれよね、その三国名勝図会とかに出てくるあの食材とか、まあ、なんか江戸時代の人がどんなもの食べてたかみたいな話は前も番組でやったことありますけど、うん、はい、まあ、現代と比べても、まあ、なんか美味しそうなもの食べてんなって感じするんですけどね。いいもの食べてますよ ね、 なんかね、結構食生活豊かな感じしますけどね、うん、少なくとも武士の方々は割といいものを食べて、うん、そうだね、うん、なんかいい生活をしてるなと、うん、という感じがしますけども、はい、じゃあまあその正月年末年始にどんなものを食べてたんでしょうかの話ですが、はい、続いては、続いてですね、はい、さっき年末といえば、はい、年越しそばと言ったんですが、はいはい、これあんまり僕は知らない文化だったんですが、はい、もう一つ文化がありまして、うん、年取り魚ですかね年取り魚という文化が、うん、あるようで、はい、魚ってことは魚ですか、はい、これ何かというとですね、はい、大晦日の年越しの、うん、まあ、お膳があるんですが、はい、そこにですね、あのご飯のお供としてつける魚のことを言うと、うん、へ、大晦日に食べる魚のことを年取り魚って言うんですか、はい、それがですね、はい、塩鮭とか塩ブリと、うん、ブリ、はい、をつける。あ、まあ、なんか正月にブリ食べるっていう感覚はなんとなくあるよね。ありますよね、現代でもね、うん、でそれを年末の大晦日に食べるという文化があって、はい、しかもですね、西日本はブリ、はい、東日本は鮭と、まあ、確かにあの江戸は鮭な感じするわ、荒巻鮭みたいな、ね、あ、そうですね、年末お歳暮の贈り物とかで、はい、飴横とかで売ってるイメージ、飴横でね、うん、たくさん売ってますね。飴横といえばなんか荒巻鮭売ってるイメージあるね。ね、うん、恐怖の年末の雨横で売ってますね。まあまあ年中人多いけど年末アホみたいな人いるからね。すごいですからね、うん、はい、でそれが、はい、あのちょうど、うん、これもよくありますけど、はい、フォッサマグナというですね、フォッサマグナ、はい、ところでしっかり分かれてるそうで、あの日本の真ん中をぶった切ってるあれですよね、ぶった切ってる断層ですか、はい、あれは中央構造線、中央構造線ですね、はい、それを、はい、何でしょう、そのラインとして鮭とブリがしっかり分かれていると、はい、あ、そうなんだ、あそこがもう綺麗な境なのね、になってるみたいです。本当に綺麗に分かれてるそうです。グラデーションじゃないんだ、はい、ピタッと、へ、まあ、なんかあるんでしょうね、あそこはなんかあるんでしょうね、うん、あの電気の周波数もあそこで分かります、ね、分かりますからね、はいはい、なので、はい、あの、まあ、もちろん鹿児島はブリを食べてたわけですね、はい、食べてたというか、まあ、食べる場所に入るとはい、いうことなので、じゃあブリは江戸時代どこで取れてたのか、うん、今でやったらね養殖で長島とかありますけど、うんうん、なるほど、あのね、ちょっとごめん、一個訂正させてください。なんか、はい、なんとなく、あの、なんとなくの記憶で言ったけど、あの、フォッサマグナと中央構造線はね、あの、別のものです。あ、中央構造線はちょっと違うルートですね。はい、別のものでした。はい、中央構造線はね、あの横にぶった切ってますね。四国の方に行きますね。あ、そうそうそう。はい、フォッサマグナは縦ですね。縦ですね。はいはい。すいません。はい、先に進みましょう。はい。はい。はい、で、まあ、どこで取れたかと。長島じゃなくて、はい、今、養殖は長島、まあ、天然だったら甑島とかになりますね。ですけども江戸時代はですね、詳しく書かれているのがこれ硫黄島。硫黄島、はい、へえ、ちょっとなんか意外。下の島の方ですね、はい、でそこにはですね、まあ、どういうものというよりも、はい、釣り方、釣り方が書いてある、取り方が書いてます、はあはあ、でこれがですね、春の頃、うん、
島の岸から、まあ、島のこう釣れるところからですね、はい、牛と鹿の角を用いて、ほう、それを餌として釣るよと。牛と鹿の角を餌として釣る？釣ると。そんなもん食べるの？ブリが？ルアーですかね。だからあ、ルアーってことか。一種のルアーなんですかね。で、あ、なるほど。この2つの角はですね、はい、長さ約4寸12センチぐらいですかね。12センチ、はい、に切って、はい、その先にですね、うん、釣り針を挟んで、はあ、で本体の方には穴を、うん、角の本体に穴をこう開けて、ほうほう、そこに尾をつけて、ほう、まあ、紐ってことだね。紐をつけて、はあ、それをおそらく釣りのこの竿につけて、へえ、釣ってたと。あ、じゃあ、まあ、まさにルアーみたいなことですね。そうですね、うんうん、でこれをうまく動かして、ルアーのように動かして釣ったと。でしかもですね、これどっちが、はい、優れてるかっていうのは書いてないんですけども、はいはい、うん、その牛と鹿の角にはやっぱこう優劣があると。ほう、釣れ方に優劣があるというふうに書かれてます。まあ、ルアーはね、釣れるルアーとそうじゃないルアーはかなりやっぱり差がありますから。そうですね、やっぱそれはそうだよね、うん、出来によってかなり変わるんでしょうね。まあ、ブリの話からちょっと外れるんですけど、まあ、最近ちょっとあんまり言ってないですけど、昔趣味でね、イカ釣りをしてた時期があるんですよ、はい、でイカ釣りってエギングって言って、はいはい、エギと呼ばれるルアーを使って、うん、イカ釣り専用のやつを使ってやるんですけど、あれこそね、エギの種類とかによって釣れる釣れないが全然違うのよ。海の透明度とか、はい、天候とかに合わせて、あと釣りたいイカの大きさに合わせてこう使い、うまく使い分けるのがなんかそのエギングの楽しみの一つみたいな感じなんですけど、なんかそのね、エギング一時ハマってやってた時にいろいろ調べたら、結構その鹿児島の伝統的漁具の一つなのね、エギって。あ、なんかそれこそ木とかいろんな素材で、はいはい、なんかこう毛糸を巻きつけたりとかなんやして、そのエギを作る文化が結構江戸時代からあって、結構残ってるものもありますね。その昔ながらの製法で作られている職人さんもまだいらっしゃって、うん、結構まあそれは高級品として販売されたりもするらしいんですけど、だから割とその昔の人たちは漁具結構手作りで作る文化あったんだろうなと思ってね。それを売る商売とかあったでしょうね。あったんじゃないですかね。売れるルアーみたいな、売れる駅とか、はい、一回僕が見たことあるのは、その木で作ったものに、はい、くるくる回る場所がついてて、うん、おそらくそこに何でしょう、糸通すんでしょうけども、うんうん、そこが関営通報でできてました。はー、なるほどね。なんか音が鳴るのかな。音が鳴るんですかね。小銭でこう作ってるのがあって、うん、あ、これはまたすごいものだなと思って。今のね、エギもね、いろんなのあるんですけど、その周りに巻いてあるやつ、塗装のやつもあれば、こう紐的なものを巻いてあるのもあるんだけど、はい、その紐の部分にこうラメが織り込んであって、あー、なんか見たことありますね。キラキラ光るみたいになってるのもあれば、そのね、金属でいうとね、ラトルタイプっていうんですけど、はい、ラトルタイプのエギはね、中にね、その多分なんか金属の粒みたいなものが入ってるんだろうね。ほう、振るとカチャカチャ音がするんだよ。エギングってこう竿でこうしゃくりながら、はい、エギを動かして生きてるように見せるから、そうすると多分カチャンカチャン言うんだろうね、水の中 でそれがなんかこう餌が動いてるような音に聞こえて寄ってくるみたいなことなんじゃないかなと思うんですけど、そういうのを聞くとやっぱ昔もプロ漁師いたでしょうね。そういうことが長けた人はね、きっといたはずだなと思ってね、うん、素材は違うでしょうけど、これもその人が作らないで、うん、おそらく優劣があったんだろうなと。あの人が作るやつ映像みたいな、映像となんかあったんでしょうね。高く売れたでしょうね、うん、ルアーは。そうだよね、なるほどね、面白い。硫黄島なんだね、はい、硫黄島ともう一つ近くの竹島、はい、あ、竹島も釣れたみたいで、はい、ここもですね、地元の人々は鹿とか牛の角を餌としてこれを釣ると。やっぱ鹿とか牛の角なんだね。やっぱ鹿と牛の角じゃなきゃダメなんでしょうね。なんかいいんだろうね。でまた春の頃っていうのはやっぱ旬をしっかり見てる感じですね。ブリの天然はやっぱ春先ですから、ね、うん、やっぱしっかりこう季節を見てイルは使って食べてたと。年取り魚っていう文化はでもあんまり現代に生き残ってない感じがするな。そうですよね、まあ、あんまり正月にお刺身食べましょうぐらいはあると思うけど、年取り魚っていう言い方しないもんね。しないですね、うん、これも鹿児島はもう残ってないような気がします、文化としては。そんな気がするね、っていうのがあると実は、はあはあ、だこれがね、薩摩藩でも、まあ、春に釣ってるので、はい、食べてるとは思えないですけども、うん、まあ、おそらくその美味しいブリを食べてたのは間違いないそうだ、ね、ということですね。養殖とかない頃だからね、やっぱり天然物を取ってきて食べるしかないから、美味しいの食べたでしょうね。しかもね、このやっぱブリを薩摩藩が推してくれてるのは嬉しいですよね、うん、もう今やこう、はい、ブリの生産量日本一ですから、ね、鹿児島は。そら養殖もね、たくさんされてて、しかもなんか割とブリもいいもの食べてるよね。そうですね、なんかね、いろんなもの食べさせて美味しくしてますよね。柑橘系とかね、そう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 、食べたりしてますからね、うん、っていうのが、まあ、鹿児島はブリだと。なるほど、いうところですね、うん、はい、はい、で次これがですね、ちょっと今まではただただ食材を紹介してましたが、はい、今度は薩摩の歴史と随分結びついてるものが、ちょっと歴史の話が出てきますか。はい、はい、
食べ物自体はですね、はい、そんな結びついてないんですが、うん、まあ、サバの昆布巻き、サバの昆布巻き、はい、昆布巻きですね。これはまあおせち料理とかの定番な感じしますけど、はい、しますね、はい、でサバっていうのは、はい、三国名称図を見ると、はい、ものすごくいろんなところで取れてます、はい、もちろん、愛らしで言ったらシゲトミも書いてますし、はいはいはい、カジキも書いてます、うん、で調査も書いてます。割と日本中で取れる魚ではありますね。そうですね、うん、で近郊湾岸ではほぼ取れるし、はい、日本中でも取れる魚なんですが、問題はですね、問題というかまあ注目すべきは昆布です。昆布ね、はい、まあ鹿児島では取れるイメージないですよね。そうですね、鹿児島で昆布が取れることはない。わかめは取れるけどね、はい、わかめは取れますね。わかめは本当に三国名称全にも書いてます、うん、あ、まあ、名産品として、はい、うん、昆布というのはやっぱ取れないんですよ。あとは冷たい海のイメージですもんね、うんうん、北海道というイメージが、うん、そうだね、まあ、北海道のイメージだね、はい、ありますが、うん、江戸時代もですね、はい、薩摩藩は昆布をですね、はい、北海道から松前、うん、松前、はいはい、というところがありますが、そこからですね、はい、運んでもらって、うん、運んでもらってというかそこ産のものを取り扱ってました。へえ、でも北海道から鹿児島まで運んでくるのは当時大変じゃないですか。大変なんですよ。正規ルートはですよ、うん、正規ルートは、はい、薩摩藩が昆布を手に入れる正規ルートは大阪です、うん、ほうほうほう、なるほど、まあ、大阪まで運んできたものを買ってくるってこと、はい、うん、しかもその見返りというか、はい、交換品は黒糖ですね。あ、鹿児島から黒糖を持ってって、はい、昆布と変えてくれってこと、はい、あ、でそのまあ黒糖がですね、鹿児島の財政を支えたわけじゃないですか、はいはい、で実は昆布も支えてまして、うん、その交換した昆布を、はい、さあどうするという話なんですよ。鹿児島に持ってきた昆布を、はい、食べるわけではない。え、食べないの。これをですね、琉球経由で清に流すと。え、中国の清ですか。はい、中国に流してお金を得たと。もちろん密貿易ですよね。あ、密貿易です。海外との取引を薩摩藩が勝手にやっていいわけがないから、ね、はい、密貿易なんですが、はあ、そうやってお金を仕入れてたわけですよ。はあ、あ、そうなん、なんかあの黒糖を作ってたのは知ってますし、まあね、あの奄美の特産品として、まあ、結構ねその薩摩藩が結構強権的政治を敷いてたみたいな話もいろいろありますけど、はいはいはい、黒糖を売ってたのかと思ってたけど、黒糖をさらに昆布に変えて昆布を売ってた。昆布も売ってたんですね。両方で一応利益を得てたわけです。あ、なるほど。で、なぜ、まあ、昆布を当時の清に流さなきゃならないのかと、うん、はい、なぜ中国で必要とされてたかというと、うん、まあ、当時清とかはですね、はい、まあ、今もですけども、うん、首都が内陸部なんですよ。あ、そうだね、そうだね。なので海産物が、まあ、中国の都って大体内陸部、ね、内陸部なんですよ、うん、なのであの要素というものが不足するそうです、体に。あ、まあ、海産物をあまり食べないからってことですかね、はい、要素とか溶度とかですね、はあ、そういうものが不足するという風土病があったと、はいはい、なので昆布がですね、その昆布がその要素を補給するのにはとてもいいということで、うん、はい、薬として、はあ、そういうことか、売られてたという文化がどうやらあったそうです。だとするとちょっとなんかイメージだけど高く売れそうだもんね。高く売れますよ。ただの食材じゃないってこともね。薬品となるとちょっと高く売れるじゃないですか、はいはいはい、なので、まあ、中国も欲しいということでこう流してたと、はい、でだんだんですね、でも大阪に行って商売して交換してとなるとやっぱコストがかかる、うん、そりゃそうだので、うん、安く欲しい、まあ、仕入れを安くしたいってことね、はい、まあ売り値はともかく仕入れを安くすればもっと利益が出るぞと、うん、はい、あ、そりゃそうですね。ということで、うん、ちょっと違う独自のルートを考えまして、はいはい、もうね、あのこれもうこう経営の基本中の基本というかね、利益を上げる方法でも究極2つしかないわけですよ、はい、売り上げを上げるか経費を落とすかどっちかしかないそうですね、どっちかしかない、うん、そうなんでもうこれは経費を下げる方向に行こうと、行こうと、仕入れを安くしようと、はい、はい、いうことで、どういうことをしてたかと言いますと、はい、当時ですね、まあ、北前船というものがあります。あ、北前船ね、はいはい、北前船というものはあの荷物としてですね、いろんな薬だとか、はい、昆布だとかそういうものをあの松前、北海道から大阪の方に持っていくと、はい、でその途中にですね、寄る場所に富山というところがあります。あ、はいはいはい、富山に寄ってそっから陸路で運ぶんじゃないっけ確か。それがですね、はい、船使ってたみたいで。え、富山から大阪に。あ、大阪、はい、そうです、はあ、下関の方を通って。あ、一回あっち回って瀬戸内海入ってくるの。はい、はあ、そうなんだ。でそれがですね、その一部が、うんうん、まあ、薩摩の方にちょっとこう入ってきて、あ、まあ、下関まで来たならねって感じはするよね。でそれをですね、うん、受けたまわってたのが、まあ、富山なんですよ。
はあはあ、で富山何売ってるかというとこれ今もですけど、はあ、やっぱ薬なんですよね、うん、富山は薬のイメージありますね、はい、で富山はですね、うん、薩摩藩用の薩摩組という方々がいました、うん、ほうほう、でその方々が薬を持ってくる、うん、薩摩藩に、はい、うん、ついでについでに昆布持ってくる、あ、まあ、富山まで来てるから、はい、ついでに昆布もちょっと持ってきてくんないみたいなことか、でそれも密貿易です、うん、言うたら、あ、やっちゃいけなかったんだ、やっちゃいけない、ルール的にはダメだけど、はい、まあ、薬持ってくるついでにちょっと昆布もちょっと持ってきてもらえると持ってきてとありがたいんですけどみたいな、はい、で、はい、薩摩は美味しいじゃないですか、まあそうだね、直で入ってますから大阪まで仕入れに行かなくていい、はい、うん、で富山も薩摩で、薩摩って当時全く入れないですから、はいはい、商売は商売するために入れない、うん、外貨がね、その外貨じゃないですね、お金が外部に流出するのを極端に嫌ってますから、はいはいはい、なるべくこう外の人たちは入れたくないんですけども、うん、まあ、富山は薬売りですから、薬を売りに来るなら入っていいよっていうことか、入っていいと、で なんなら昆布まで持ってきてくれたら入れちゃうぞぐらいのことか、はい、うんうん、でもそれはちょっと商売はできますけど、うん、富山の方々はあんまり美味しくない、ちょっと美味しくないです、まあ、リスクもあるしね、リスクもあります、うん、じゃあもうちょっと美味しい思いがしたいじゃないですか、もうちょっとなんかおまけつけてよて、はい、じゃあ薩摩が何したかというと、はい、昆布を中国に流しました、はい、じゃあ中国から何を得たかというと、はい、これ薬の原料です、なるほど、これはあるよね、はい、あるある、漢方薬の原料みたいなやつはね、そうです、中国でしか取れない植物とかあるもんね、そうです、うんうん、で富山の薬売りたちも大阪に行って、はい、そこで買わなきゃいけなかったんです、うん、ああ、そういうことか、薬の原料を、はあ、だけど、うん、薩摩がそれをくれると、うん、安くで、これあのなんか今の話を総合するとさ、一番割り食ってるのは大阪の商人ですよね大阪の商人がすっ飛ばされて一番割り送ってますよね確かに、しかもその時同時に図書さんから借金を踏み倒されと、うん、大阪なかなか大変な思い、大阪の商人は結構渋い思いをしてる感じがするけど、そうですね、うん、それは五代さんが来るまであまり好きじゃないでしょうね薩摩のことは、五代さんが鹿児島の評価を上げてくれてありがとうです、ね、いや本当ですよ、そういうのをしてたと、はい、ああはあ、でそれで成り立ってたのがこの昆布だったと、へえ、面白い、面白いというか、まあでもやっぱあれよね、その経済が文化を動かす感じがすごいですね、すごいですね、お金の事情がね、うん、うん、ただ一つ、はい、薩摩で商売をする上の注意点、絶対的な注意点が、はい、この富山の商人たちの中にあったんですが、はい、これ何かというと、はい、富山というのは、うん、浄土真宗王国です、ほう、なるほど、ほうほう、浄土真宗王国なので、うん、全く対極のことをしている薩摩に入ってくるには、うん、やっぱリスクがあるわけですよ、はい、なのでこの薬流たちの中で絶対にやっちゃいけないのは真宗の話をすること、あ、薩摩藩内で、はい、薩摩藩内で真宗の話をすることは絶対に禁じる、ほう、そうなんだ、しかも、うん、富山とも名乗るな、あ、もう名乗ったらあいつらを浄土真宗だみたいな、そうです、富山は真宗王国っていうのはおそらく知られているので、はいはい、富山の薬売りとは言っちゃダメと、はあ、薬没収されると営業停止になりますから、はあ、それは絶対に避けなきゃいけないから、うん、富山南部の地名を使うそうなのね、っていうのを絶対にやってですね、はあ、その藩のですね、その何でしょう、藩にちゃんと独自の規定があるわけじゃないですか、うんうん、はい、で当時は今みたいに県じゃなくて国単位で全然違いますから、うんうん、藩単位でそこのルールは犯さないようにしようっていうのが富山の薬売りのルールだったそうです、郷に行ってはみたいなことですね、そうです、それをしっかり守って利益も上げてお互いウィンウィンで終わろうやと、うん、なるほど、なんかこういう貿易の、まあ、密貿易ですけど、こういう貿易の話を聞いてて思うのは、その、まあ、今我々はさ、その単純にうまいものが食いたいとかでさ、うん、お取り寄せとかしたりするじゃない、はい、なんかこう近くで買えないものだったら、はい、だそういうのがまあ今当たり前にできる時代だからあまりピンとこないけどさ、うん、その江戸の人たちはビタミン B 不足になりがちみたいな感じでそばを食い始めるとかさ、うん、なんか中国の内陸部の都では要素が不足しがちだから薬として海産物をこう求めるとかさ、うん、なんかその今現代みたいな栄養学とか医学はないはずだけど、うん、多分経験則でこういうものを食ってるとなんか大丈夫だみたいなことから、はい、そういうものを自然と求めるような貿易が成り立っていくっていう、なんかこう、なんでしょうね、人間のたくましさというか、いや本当ですよ、生き物としてのこうなんか本能に基づいたこうたくましさを感じるよね、ここまでどれだけのその経験が蓄積されてるんだっていう、ね、たくさんの方が多分具合悪くなったり亡くなったりしてさ、うん、そこからいろんなものを食わしてみたりして、あ、意外とこれ食ってるやつは大丈夫だぞみたいな、うん、経験則が積み上がっていったんだろうなみたいなね、しかもその経験でそういうものをこう得ようとするじゃないですか、うん、はいはい、でその得るためにも割と命がかかってるじゃないですか、うん、そうだよね、だからやっぱり当時ってこの、うん、何でしょう、舶来品とか、うん、
いろんなその違うところの産物ってすごい大事だったんだろうなって、今よりも価値がだいぶ上だったんだろうなっていうのはこういうのを見て思いますよね。いかにその必須栄養素を確保するかみたいなね、うんうん、まあ、ちょっとまた話は外れるんですけど、はい、今だとねその必須栄養素を得るというのは、まあ、日本で暮らしているとそこまで難しいことではないというか、はい、あらゆる食材が手に入るじゃないですか、うん、でも今日本の大きな問題の一つとしてエネルギーをどう得るかっていう問題があるんですよ、はい、エネルギー、まあ、逆に言え産油国とか、うん、そういうエネルギーが豊富に ある国からどうにかして買うっていうことで今なんとか成り立ってるわけだけどさ、うん、日本ってよく知らないんだけど、そのこうどうやって調達してるのかは、さっきの話じゃないけど要素っていうまあ、原料というか物質、はい、要素っていう物質はね、なんか国内でなんか取れるよく取れるものの一つなんだって。ほう。でこれをじゃあエネルギーの生産に使えないかっていう研究があって、要素発電みたいなものですか。そうで、はい、ね、これも名前を言うとね、ペロブスカイト太陽電池という技術があるんですけど、ほう、まあ、まだ分かんない、これが本当に役に立つものなのかどうかがはっきりとは分かんない、はい、いろいろ報道にはちらほら出始めたぐらいなので、うん、もしかしたら全然役に立たなかったで終わる可能性ももちろんゼロじゃないんだけど、はい、なんかね、その要素を使った太陽光パネルというか、なんかシートみたいなものなんだけど、薄くできるんだって、まあ、そもそも今ありますもんね、こう折りたためるやつとかありますもんね。だから例えばこう建物の外壁材とか車 の, そのなんかこう塗装とかに使えるようなぐらいまで薄くできるんだって、うん、だからそういうものを使って発電すると、今 の, そのいわゆる普通の太陽光発電のパネルとかに比べるとかなり発電効率がいいと、うん、だから太陽光発電に革命を起こすんじゃないかみたいな話をして書いてる記事もあるのはある。あ、まあ、まだ研究中なので実用化まではねちょっと時間があるかもしれませんけど、でもそうするとね、これ原料要素なんですって。そしたら日本がいっぱい取れる。そう、エネルギー大国になる可能性がないことはないというかね、なんかこう、まあ、でもほら要素って海から取れるイメージあるじゃないですか、はい、やっぱこう海に囲まれた日本はやっぱ海の恵みで生きていくんじゃないかなっていう感じがねすごいしてて、これちょっと注目してる技術の一つなんですよ。これ昆布また争奪戦になるかもしれない。いや、まあ、だから昆布から取ってるかどうか知らない。そうですね、何から取ってるか知らないんだけど、その研究用のやつがね、うんうん、でもまあなんかね、その日本は海の恵みでやっぱ生きてきた国だなっていう感じが、そういう話を聞くとするんですけど、海とか水とかって本当切り離せないものですよね、日本は。しかもその技術、はい、ちょっとこう本当に実用化されると、はい、まあ、太陽光っていうのもね、いろんな話があるじゃないですか。いろんな話がありますね。そういう話も一気にこう解消されるし、やっぱね、だから発電効率っていう話をするとさ、そのやっぱ効率が今の太陽光パネルそこまで高くないから、やっぱその必要な電力を得るためにさ、でっかい面積の土地とかが必要だったりするわけよ、うん、だからこう山を切り開いてみたいな、はい、山の斜面を太陽光パネルで埋めてみたいな話になるんだけど、ちっちゃい面積でめっちゃ電気取れるじゃんってなるとさ、うん、そんなに広い面積いらないとかになるから。そうですよね。なんかね、まあ、分かんないけど例えばビルの外壁全部それにしたらさ、うん、ビルで使う電力全部賄えるみたいになれば、うん、全然その山を切り開く必要がないわけだから、電気の自給自足ができるわけですもんね。そうなったらいいなって思ってこの手のニュースを見てるんですけど、まあ、全然ねその辺は専門的知識があって見てるわけじゃないんで、まあ、まだ分かんないという前提でお話ししてますが、うん、なんか要素っていう話が出てきて、それをね思い出しましたね。でも何かしらやっぱこう、うん、江戸の人たちは本当に自分たちが食べるための食料を得るためにこう頑張ってますけど、はい、まあ、現代人はある意味電気って僕らにとって食料じゃないですか、うん、そうなの、ないと死ぬからね。死にますからね、ないと死ぬから、うん、今はそう。だからやっぱ何かしらこう人間って時代時代で何かを生み出そうと知恵を絞るっていうのがね、別にね日本全国どこで暮らしてもそれなりにいいとこだと思うんですけど、ね、インターネット環境があることとアマゾンが届くことはね、もうもはやこれはライフラインですよ。確かにこれがないと死ぬから、ね、死にますね。現代人特にインターネット環境はないと、うん、という感じがしますけどね、うんうん、まあ、ちょっと話したことに漏れますが、今日は、鹿児島の美味しい正月ということで、まあ、蕎麦、大豆、菌類、あと年取り魚、はい、ブリの話とか、あと最後は昆布の話、面白かったですね。昆布はですね、これかなり薩摩の歴史には密接ですから、うん、これでも食べてはいなかったんですかね、全く食べてないのかな。多分お上の方々は食べてたと思います。あ、ちょっとは食べてた。やっぱり高いですから。あ、まあ、高級品だからね。庶民はですけど、やっぱ藩主とかになるとお正月にちょっとこう出てきたりはしてたんじゃないですかね、まあ、しかも北海道の昆布はね、今買っても結構高級食材ですからね。いや、もうね、利尻なんて超高いですよ、うん、いかに鹿児島人が北海道物産展で利尻昆布を買ってるか本当に今は食べるためにですけどね、うん、良質な利尻昆布なかなかあの時じゃないと入ってこないですから、ね、いいのはね、うん、だから 今年というか、はい、来年というか、はい、その年が明ける年前とかに、はい、大豆もやしとか椎茸とか、はいはい、こう昆布巻きとか食べる時は、うん、ちょっとなんか味わいながら食べてもらえれば、ね、昔の人は昆布なんか食べずに海外に売ってたんだぞって。そうですよ、思ってね、それを、ね、うん、利益にして明治維新しようとしてましたから、
そういう歴史があるんだっていうのを知りながら食べてほしいなと。この前ね、あのタモリさんがブラブラする番組で、あの昆布の産地利尻をやってましたけど、はい、あの利尻昆布もあの火山の恵みっぽいんですね、どうやら、ね、うん、その火山がそのこう良質なミネラルをあの海にどんどん放出するので、はい、そのこうまあ沿岸近いところでね、あのミネラル豊富な海水があるので、そこで昆布が育つみたいな話をね、うん、あのこの前 NHK の番組でやってましたけど、うん、まあ、これもほらなんかこう火山大国日本のなんか海が育んだものじゃないです か、 です、ね、まあ、なんか火山と海なんだよね、なんか日本の資源ってね、うん、全部鉱物というか、うん、どっちも鹿児島にね身近なものでありますけど、そうなんですよ、だから鹿児島もね、うん、こう昆布は取れないですけども、まあ、わかめとかは取れますから、まあ、わかめですね、なんか美味しい海藻とかなんかもっと探せば、はいはい、青さとか金鉱湾わかめの養殖もやってますからね、ですよね、うん、だからそこをもっとガンガン押していって、うん、わかめ大国になっていきますどこに売りましょうかね、どこに売りますか、要素足りてないところはないですかね今の時代どうですかね、今の時代はまあね、いろいろな方法があるでしょうけど、その発電が発達したら鹿児島、そうだね、三わかめ国になるかもしれないです、ね、まあ、わかんないですけど、うん、まあね、なんかこう食べ物を一つとってもいろんな歴史ありで面白いなと思いましたけれども、はい、今日は鹿児島の美味しい正月ということでお送りしました、はい、で、まあ、これ再放送もやってますけども、あの次回のこの番組が年内ラストの放送になりますね、はいはい、次回もぜひお聞きいただければと思います、はい、はい、たっつさん今日もありがとうございました、ありがとうございました、それでは、ラスト曲をお送りしたいと思います、曲紹介お願いします、はいはい、食べ物の話でした、で年末ですよ、はい、年末ってか冬ですか、そうですね、やっぱねこれを食べなきゃいけないですよ、なんだかんだ言って、その年越しそばとか、はい、ブリとか、うん、そういうのじゃなくて、そういうのじゃなくて、もうこたつでこれを食べろということで、今ですね、大変美味しい、まあ、みかんの話なんですけども、あ、みかんね、あ、まあ、こたつでってみかんですよね、はい、大変美味しいね、みかん、はい、鹿児島でも取れてますから、うん、いろいろね、物産館とかで買って、そうだね、食べていただきたいと思います、風邪予防にもいいですから、ね、そうです、ということで、はい、東京スカパラダイスオーケストラフューチャリング田島隆夫でめくれたオレンジ、オレンジ、みかん。